アイテム番号 SCP-51-501JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-51-501JP は危険物収容金庫に保管してください。SCP-51-501JP を最後まで読み進めることは禁止されています。毒用及び実験許可を得る場合は、レベル3職員3名の承認を得てください。SCP-51-501JP は現在完全な収容下にありません。SCP-51-501JP が内部に存在するサイト、81。周囲には警戒及び監視体制を敷き、不法侵入者がいた場合は取り押さえて機器処理します。いかなる人間でもサイト、81の建造物に侵入することは禁止されています。サイト、81の建造物は全体を不透明なカバーで覆い、カバーストーリー、ビル外装工事を適用して周囲の民間施設に対する偽装を行うとともにサイト、81を直接視認できないようにしてください。現在、機動部隊 U5、からくり人形が回収用ドローン群を用いて SCP-51-501JP の回収作戦に当たっています。SCP-51-501JP による視野影響域が拡大した場合は直ちに担当者に報告し、偽装拡張及び被害拡大防止を行います。サイト、81の監視は肉眼観測とカメラ録画を並行して行ってください。説明 SCP-51-501JP は青を基調としたデザインの未完の絵本です。表紙には青い頭巾をかぶった少女もしたと思われるシルエットが、森と湖を背景に描かれています。SCP-51-501JP は当初第1章までしか掲載されておらず、第1章以降は白紙でした。その後の実験により第3章まで追加されました。第4章も追加されていると推測されていますが、口述する事案 51-501JP を受けて SCP-51-501JP の確認が現在不可能なため詳細は不明です。SCP-51-501JP の特異性は SCP-51-501JP に載せられた挿絵と文章を最後まで読み進めた時に発動します。SCP-51-501JP を読み終えた被験者は、霧がかかったように視界が白くなる、と報告します。被験者は SCP-51-501JP 毒用の血、数分間は正常ですが、やがて SCP-51-501JP の作中人物のような振る舞いを見せ始めます。具体的には他の作中人物への言及、作中世界の中にいるかのような発言、動作、現実世界の障害物を無視した行動などです。被験者はこの状態では外部からのいかなる呼びかけにも応じません。また物理的に接触不可能となり、いかなる物理的妨害も被験者の肉体を通り抜けます。この際、着用していた衣服や装備品なども一時的に肉体と同化し、接触不可能になります。被験者の振る舞いはその時点では SCP-51-501JP 内に記載されていない未知の内容です。作中人物としての被験者の設定がどのように決められているのかは不明です。被験者は数時間ほど作中人物としての振る舞いや移動を行った後、肉体のみが霧となって待機中に雲散霧消します。この霧の捕獲には成功しておらず、被験者の行方は不明です。また、この際の霧は肉眼でのみ観測可能であり、映像や写真などには記録されませんでした。被験者の服や装着させた記録機器、GPS 装置は被験者喪失時には霧にはならずその場に残ります。そして被験者消失後、SCP-51-501JP の白紙部分には新たな章とその目次が追加されます。追加された物語は消失した被験者が消失するまでに撮っていた言動や振る舞いを絵本風に仕立て上げたものとなっています。なお、SCP-51-501JP の内容を読み上げた音声記録、模写、デジタルコピーなどではこれらの異常性は発動しませんでした。2回にわたる実験により、第2章と第3章が追加されました。SCP-51-501JP の全ページ数は65ページで、章ごとにおおよそ10ページが割り当てられています。第3章終了時では3、4ページまで進んでいたため、SCP-51-501JP は第6章で完結すると推測されています。以下に SCP-51-501JP の内容を要約して記載します。第1章。主人公の青頭巾が湖のほとりに生える野草を取ってくるようお使いを頼まれる。霧が発生し、原因を見るため即席の船で湖の中心へ漕ぎ出す。第2章。釣り人が登場し、霧の原因を探るため湖の中央へ向かう。第3章。青
頭巾と釣り人が合流。湖の中心に穴を見つけ、釣り糸を垂らす。第4章を出現させるための実験治癒、事案 51-501JP が発生しました。詳細はサイト81、内の記録機器から得られた以下の資料を参考にしてください。影響に暴露した被験者がサイトの内壁を無視して行動できるため、サイト内職員には事前に SCP-51-501JP の実験をある程度告知してありました。サイト内監視カメラ021での記録、日付20。付近 SCP-51-501JP の実験室内に設置されたカメラ、SCP-51-501JP を読み上げる D-81347 と警備員、研究者たちが実験室にいる。D-81347、読み終わったぞ。これでいいのか？博士はい、お疲れ様です。ところで何か違和感はありませんか？D-81347 違和感そう言われや視界にも矢がかかったみたいに白くてはっきりしないな。数分後、数分後、D-83-47 が突然立ち上がり、作中人物らしき行動を取り始める。警備員による物理的妨害は推測通り失敗。この後、D-83-47 は実験室の壁を無視して抜け出し、サイト内を歩き回りました。D-81347 に取り付けたオンライン記録機器より抜粋、日付20。D-81347 今日はキリが出てるなぁ。最悪手元が見えれば木こりの仕事はできるが、難儀なもんだ。D-81347 今日は湖のほとりで休憩するとしよう。あれ、岸に船が見えるぞ。その隣には青ずきんちゃんがよく使ってるカゴがあるじゃないか。二人とも道具を置いてどこへ行っちまったんだ。D-83-47 が二人を見つけるために周囲を探し回る、という振る舞いを行う。D-81347 二人の姿も全然見当たらねえ。霧の中足を滑らせて、湖にでも溺れちまったんじゃ。D-83-47 が一定方向に走り出す。走り終えた後、大声で叫ぶ。二人が行方不明なこと、二人の捜索の提案を村人に伝達しているものと思われる。長期の行動を D-81347 が取った数分後、サイト内の警備員が守衛室と以下のような通信を行っていました。警備員と守衛室との更新記録、日付20。警備員こちら区画 A211 担当、付近に原因不明の霧のようなものが発生している。守衛室担当者こちら守衛室、A21 近辺の監視カメラでは異常は確認できない。霧、らしきものは発生していない。警備員そんなはずはない。あたり一面真っ白だぞ。何らかの収容違反の可能性がある。上部に報告せよ。守衛室担当者了解した。この後、区画 A021 以外の区画においても霧らしきものが発生しているとの報告が多発しました。ですが、依然として監視カメラなどの映像記録では霧は確認できませんでした。霧の発生報告があった区画を時系列順に並べたところ、SCP-51-501JP 実験室を中心に発生報告が広がっていることが判明しました。ですが屋外にいた警備員からの報告はありませんでした。この現象はサイト、81の屋内施設のみに発生していたと推測されています。また、この現象に伴い、D-83-47 が霧の高濃度化に言及する回数が増えました。D-81347 に取り付けた記録機器より抜粋、日付20。D-81347 霧が濃すぎて探すことすらできねえ。これじゃ逆に迷子が増えちまうな。D-81347 俺がはぐれたのか、誰の声も聞こえねえ。代わりに聞いたことのない動物のような足音まで仕上がる。何、もんだ？ D-81347 えらく低い音だ、うなっている、湖の方からだ。何の音だ？あや。D-83-47 は SCP-51-501JP のある実験室へと進み出す。SCP-51-501JP 到着の地、D-83-47 は驚愕の表情を残し、消失。D-81347 が SCP-51-501JP に到達するまでの間に、サイト、81、建造物内にいたほぼ全ての職員が肉眼で霧を認知しました。
この霧は人間のみを視認困難にし、幻聴と幻覚をもたらします。報告された中には正体不明の人型存在、うなり声、動物の足音などがありました。これらの異常性のため、サイト管理者によりサイト、81の警戒体制の強化、危険エリアの封鎖及び他のサイトへの連絡が行われました。しかし D8347 が SCP-51、501JP に到着した瞬間、D8347 を含むサイト、81内の職員が肉体を消失し、サイト屋内は無人になりました。すぐさま外部に機動部隊が編成され、サイト、81の屋内施設への侵入及び異常性封じ込めが試みられました。しかし内部侵入した一部の隊員がサイト内探索自由に肉体を消失したため、内部の確認及び諸々のオブジェクトの回収は失敗しました。事案時点から現在まで、霧が発生している範囲はサイト、81の建造物内のみです。屋外での霧の発生は確認されていません。ホイサイト、81は警戒体制が構築されたまま管理者が消失したため、事案51、501JP 時点での警戒体制が解除不能になりました。サイト、81は非生物系、低危険度オブジェクトを主に取り扱っていたため、事案51、501JP による他のオブジェクトの重篤な収容違反は発生しませんでした。ですが SCP-51、501JP によって発生した霧により人的突入作戦は不可能となっています。また、サイト81は収容違反対策よりも外部侵入者への対策に重点が置かれていました。そのため、自動迎撃システムや隔壁が複数存在し、ドローンの侵入を阻んでいます。回収作戦は難航していますが、ドローンによるセキュリティの物理的破壊、ハッキングによるパスワードの上書き、管理者権限の異常などが継続して行われています。